皆さんこんにちは、マッケンです。ということで本日やってまいりましたところはこちら福岡県のうきは市というところにあります筑後よしいという地区にやってまいりました。結構ですね、あの白壁の町として有名でございまして、近くには原鶴温泉なんかございますね。ということでやってまいりましたところはこちら福岡県うきは市にございますよしい地区でございます。こちらの建物はですね、非常に変わっておりまして、白壁土蔵造りという風になっているそうです。そしてこちらはですね、かき氷でございます。ちなみにこちらをですね、食べた日というのは8月のことでございました。ということでね、まだまだ暑い日が続いていたわけなんですが、こちらはですね、吉井というところでございます。で、この町はですね、白壁土蔵造りなんですが、なぜこのようになったかと申しますと、その昔ですね、酒造りとかですね、まあいろんな産業、まあこちらでですね、ろうそくとかそういった産業を起こしまして、非常に町が発展し、そしてですね、吉井銀というですね、ちょっと得意な、金融業をですね、やっていたということで、このように発展したわけです。ちなみにですね、なんでこの白壁土蔵造りになったかと申しますと、3回のですね、大火に襲われまして、それでも、火事になったこう町を守ろうということで、この形式になっていったようです。今ではですね、国のですね、伝統重要 文化財みたいなですね、そういったものに指定されているので、まあ、非常にですね、素晴らしいところになっております。ちなみにですね、西の倉敷という別名もあるそうです。本当に素晴らしいところです。素晴らしいですね、本当に。伝統があるって素晴らしいことです。で、私がやってまいりました温泉は筑後川温泉、そして旅館の清の屋でございます。ということでね、筑後川温泉というところなんですけれども、こちらはですね、こちらも、確か浮橋市にあるところなんですけれども、こちらはですね、朝倉市だったっけ？どっちかちょっと定かではないんですけれども、こちらはですね、泉質は単純アルカリ性温泉ということでね、アルカリ性単純温泉ということで、まあ誰でも入れる優しい温泉でございます。そしてこれが泊まった部屋でございますね。まあ、このようにですね、ちょっと可愛い、壁紙になっていたりですね、部屋の中はですね、このように綺麗に、まとめられているわけでございます。非常に素晴らしかったですね。で、このように観光のリーフレットもあるわけです。なんという心遣いでしょう。ありがとうございます。ということでね、なぜかここの宿はですね、シーサーが好きみたいでして、シーサーとかハイビスカスとかですね、そういったものがたくさん置いてありました。で、もちろんタヌキとかですね、そういったものも置いてあるんですが、とにかく沖縄食がちょっと強かったですね。なぜなのでしょうか。そしてこれが、筑後川温泉の風景なんですけれども、まあちょっとですね、錆びてる感じ？ちょっと寂しい感じはしますけれども、それでも温泉の泉質は素晴らしいものでございます。で、これが有名なあの川でございますね。そうです。筑後川温泉ということであれば、ここが筑後川でございます。7月のですね、水害とかで溢れてしまったところなんですけれども、このようにですね、日頃は穏やかな大きい川でございます。そしてシーサーもマスクをつけている。で、私が入る温泉はですね、こちらでございますよ。清野屋さん。まあこれですね、結構最近できたそうなんですけれども、家族風呂の風月でございます。まあ屋上にありまして、このように階段を登っていくわけなんですけれども、屋上を登り切ったところにありますのは、こちらが、家族風呂でございます。風月。ということでね、このようにですね、まあ季節がいい時、まあ夏なんかはですね、本当にあったかいので、あそこでこう寝そべって、ちょっと涼んだりとかですね、そして温泉に入ったり、いろんなことを繰り返して、で、こうやってですね、ゆっくりできるわけでございます。で、こちらが湯船ですね。アルカリ性単純温泉なので、ツルツルとした、肌触りのですね、温泉になりまして、非常にですね、心地いい感じになっております。温度はですね、おそらく40度ぐらいだったと思います。夏なので非常にですね、このくらいの温度が素晴らしいところでございます。そして入っていくわけです。
まあ私といえばですね、お風呂に入るとなればもちろん映ってくるのはですね、もちろん自撮りでございます。でこの清の屋さんですね、この屋上の露天風呂なんですが、素晴らしいのはですね、この夕日がですね非常に綺麗にこのように映えるわけです。でこれが私でございます。まあこの頃はですね、マスクを結構ずっとつけてなきゃいけなかったので、基本的にひげをですね剃るのがめんどくさくて、ひげをずっと伸ばしたような状態になっております。もうもはやですね、お勤め人とは思えない感じですね。ちょっと今よりも体が大きいような気もするんですけどね。でこの清の屋さん、筑後川温泉というところにあるんですが、この筑後川温泉もですね、国民保養施設みたいな感じに指定されておりまして、まあ体をですね癒す施設、まあ国が決めた施設であるというふうに認定されておりまして、非常に素晴らしい温泉でございます。まあ私が本当に気に入ったのはですね、このやっぱ景色ですね。夕日が本当に素晴らしかったです。この後ですねちょっと映るんですけれども、その前に私の足をですねご堪能ください。どこに需要があるのか分かりませんが、まあ豚足のような足なので非常に美味しそうには見えるとは思います。何なんですかね、すごくちっちゃいんですけどね、結構厚みはあるんですよ私の足。ほんとちっちゃいんですよ。指でこうするのと手でこうするのと多分変わらないぐらいのサイズなんですよ。今はお見せすることはできないんですけれど、本当に小さいです。びっくりするぐらい。まあ、サッカー私部活やってたんですけどね、結構蹴るところですごく球の軌道が変わってしまうので非常に大変でしたよ。まあなんか話はそれましたが、まあ足はチャプチャプしていつも通りダイエットでございます。チャプーンチャプーンってね。でこれがその例の夕日でございますね。まあこの筑後川温泉からですね、筑紫平野の方にですねずっと平地が開けておりますので、まあ、非常にですねこの夕日が地平線の向こうの方に沈んでいくという風景がですね、ちょっと山を挟んでしまうんですけど、それが見えてしまうというですね、本当になんかこう旅情に駆られると言いますかですね、そういったですね、景色を見ることができました。で暗くなるとですねこのように、雰囲気もよくですねライトアップされまして、まあとてもですね素晴らしい雰囲気の温泉であると言えると思います。でこちらがですね大浴場の方でございます。まあ大浴場の方にはですね私、ちょっと入らなかったんですけれども、一応撮影だけはさせていただいております。ということでね、これが脱衣所でございますね。で開けますとですね、こちら素晴らしいお風呂ですよ。見てください、こんなお風呂でございます。こちらですね、女風呂専用というふうにですね、ホームページを見ると書いてあるんですけれども、実はそんなことはなくてですね、女風呂専用ではないそうです。入れ替わるんですねこれがですね。でちなみにですね、このお風呂はですねもみじの湯というふうになっておりまして、非常にですね飾りが凝った温泉になっております。泉質はですね、貸し切り風呂と変わらずアルカリ性単純温泉となっておりまして、非常に肌に優しいお風呂となっております。いや本当に素晴らしいところでした。で私はですねお風呂に入って、このラウンジでちょっと黄昏ながらですね、ゆっくり過ごしていたわけです。そして部屋に戻る途中のところをちょっと撮影しまして、ご就寝ということでございます。そしておはようございますということでね、朝といえばですね、皆さんご存知の通りあちらでございますよ、朝ごはんでございます。ということでね、朝ごはんこちらのですね清の屋さん、ちょっとですね変わっておりまして、このようにですね、なんかこう大きなこう容器の中にですねいろんなものが入ってくるという形式になっておりました。ものまあこのメニューとしてはですね、味噌汁とかですね、冷ややことかですね、あとはこちらですね、鮭とかですね、まあそういった結構オーソドックスな感じにはなるんですけれども、まあ結構ですね一つ一つあんまり量がないように見えながらですね、実はこれ食べると結構な量がございまして、本当にですねお腹いっぱいになりました。でこれはですね豚肉と、白菜とかのですね、鍋でございました。本当に美味しかったです。
そしてこちらですね私朝風呂にも入るわけです。でこちらはですね、男性専用という風になっているんですけれども、昨日の夜はですね女風呂になっておりました。こちらもみじの湯でございます。でこちらのですねもみじの湯、両方もみじの湯というそうなんですけれども、こちらのもみじの湯はですね非常に景色がいいことで知られます。見てください、実際にもみじが見えてですね、このようになんと川の向こうをですね眺めることができるわけです。まあ本当に落ち着く季節、景色ですね。何ですか落ち着く季節ってね、よくわかんないんですが、でこのようにですね開放感あふれる景色を見ながらですね朝風呂に入ることで、その日一日ですね私も頑張れるわけです。本当になんかいい思い出を作らせていただきました。ありがとうございました。ということでね、まあ福岡県っていうところはですねなかなか、温泉地がですね少なくてですね、筑後川温泉の他はですね、あとは原鶴温泉とかですね、二日市温泉とかですね、まああんまり有名なところっていうのがですね実はなくて、まあちょこちょこ湧きはするんですけどあまりなかったりします。でその中でもですね、こう筑後川温泉と原鶴温泉はかなり場所が近くてですね、川の対岸、そしてちょっとこうずれたところっていうところにありまして、まあこの一帯がですね非常に温泉がいっぱい湧くところというふうになるわけです。まあ泉質はですね、アルカリ性単純温泉で両方変わらないんですけれども、まあ本当にですね、あの地元の人にも愛される素晴らしいお風呂なんじゃないかなと私は思っております。本当にですね立地もですね結構福岡県内、福岡市から近く、そしてですね、まあ結構その高速のインターからもですね近かったりするので、まあ足を運ぶにはですね非常に便利な場所なのではないかなと思います。ということで皆さん、本日もですね長々とご視聴いただきありがとうございました。本当に旅行はいいものですので、皆さんぜひいろんなところに行ってみられてください。それではこれで失礼いたします。なんで噛んだんだろうな。バイバイ。